はい、皆さんこんにちは。はい、格子堂とおかしな仲間たち、8月号、本日創刊ということでよろしくお願いいたします。いやおっぱい、ですね、7月はちょっとお休みをさせていただいたんですが、2ヶ月ぶりっていうんですか、なんていうの、2ヶ月ぶりではないですか、1ヶ月おきぶ、2ヶ月ぶりの6月にやってですね、2ヶ月ぶりの開催で、あの盛り上がっていきましょう。ではまず私の、ライブステージから、お楽しみください。私のテーマソングみたいな歌だですね、これで。あの忘れられない、こう、こうなんていうの、女性のこう、ね、面影を、そうですね、あの十字架のように、二宮金次郎のように背負って、こう日々を邁進しております。よろしく。この夏は結構、雨の日が多くてですね、雨が降ると憂鬱ですよね、はい、大好きですか。そんでもないです。でもね、雨が降るとね、雨が上がった後にね、綺麗な虹がね上がったりするね、そういうのはいいよね、はい、で虹の歌を歌うかと思うが全然関係ないんです。虹の歌なんか作れないんです僕には。君にその仕事を任せます。任せます。次の歌はですね、
もう今から20年ぐらい前に作った歌をちょっと掘り起こしてきたんですが、雨の中の猫という歌です。ありがとうございます。